もナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。なんだこの感じ、普通の人とは違う。この人一体何者なんだ。浮いてる驚くことはないでしょう。トランクスさん、あなたもできるのでしょう。誰だお前は。なぜ俺のことを知っている。まさか人造人間じゃないだろうな。無礼な、このお方をどなたと心得る。このお方は全ての海王の上に立つ神、海王神様なのだぞ。海王の上に立つ海王神様と言われても俺はよくわからない。だけど神様なんですか。お前たちの知る地球の神とは少々異なる。詳しく説明すると長くなるが、それより上の存在と理解するがいい。だが、わかりました。そしてこちらは私の付き人であるキビトです。ふん、どうも。不愛想な人だな。実は今地球に、そしてこの宇宙全体に危機が迫っています。宇宙の危機？突然何を言い出すんですか。意味がわかりませんよ。そうでしょうね。あなたには一つずつ説明しなければいけません。今ある凶悪な存在が復活しようとしています。かつてこの宇宙でひたすら破壊の限りを尽くした魔人が、奴はたった数年で何百という星を死の星に変えるほどの力を持っているのです。その魔人の名はブー、魔人ブーと言います。魔人ブー、そんな奴が。かつて魔人ブーの生みの親である魔導士ビビディがこの地球に侵攻するため、魔人ブーを封印した玉を持ち込みました。魔人ブーが封印されていた隙に我々はビビディを倒しましたが、玉には刺激を与えないよう放置していたのです。その封印を解き、魔人ブーを蘇らせようと企てているのがビビディの子であるバビディという邪悪な魔導士です。奴は魔人ブーを蘇らせ、まずはビビディの目的であった地球を死の星に変え、さらに他の星を襲いに行くでしょう。なんて恐ろしいこと。ええ、ですから奴の野望を止めるためあなたの力をお借りしたいのです。スーパーサイヤ人になれるあなたの力を。そのことまで知っているのですね。そのバビディという魔導士はそんなに強いのですか。バビディ自体は非力でそれほど強くはありません。しかしバビディの使う強力な魔術は決して侮ってはいけません。相手の心の中の悪や欲につけ込み支配してしまうのです。そうやって強力な手下を次々に増やしていくのがバビディのやり方なのだ。魔術か。俺が今まで戦ったことのない相手ですね。バビディたちと戦う力を手に入れるため、あなたには海王神界に伝わる最強の剣を使ってもらいます。最強の剣。はい、それであなたに海王神界に来ていただきたいのです。わかりました。俺の力がどこまで役に立てるかわかりませんが、平和を守るため行かせてください。ただ少し母に一言伝えておきたいので時間をください。いろいろと準備もありますし。わかりました。準備ができましたらまた私に話しかけてください。メダルが残り10個ぐらい足りませんね。10個って結構だもんな。でもね、陸の方はほぼほぼ探したのよ。探し回った。でも、多分ね、陸にはもうないんだよな。多分あと怪しいとこっていうともう海の中なんだよね。海の中をちょっと探し回ってみるか。ないんだな。もしかしたらこの西の都の方にはないのかもしれないけども、一応端から端まで行くか。メダルがね、あと10個ぐらいないと必殺技がね、最後の一つ覚えれないんだよね。いや、ない。なぜだ。
沈没船とかがあればその中にある可能性っていうのはあるけども、なんか怪しい場所がないよね。あれ鉱石があるところに結構ある可能性はあるんだけども、もうあんま敵来なくていいよ。うん、はい、弱そうだな。敵はもう来なくていい。おー、ないねないな。普通にアイテムは食べ物か。あー覚醒アイテムとかそういうのはあるけど、肝心のメダルはない。もう別にいらないか。よし、これは使えそうだ。そうだね、石も必要ないんだ。どこにあるんだ、全くわからん。あ、やば、息が持たない。で、しかも敵が来てる。うん、弱そうだな。まず敵倒そう。撃ってほしい。 OK、まだ来てるやん。よし、この下あたりは、いや、ないわ、わからん。攻略本かなんか見てさ探さないと。いやー、これは見つけられないよ、難しすぎる。